大佐渡山地国中平野省佐渡山地マノワン両津湾、鴨子湖外目府海岸国中平野の中央部を流れる国府川国中平野は佐渡ヶ島中央部に位置する平野である佐渡ヶ島の人口の8割が集中するともに稲作の中心地として知られる国中平野は佐渡ヶ島の中央に位置し東西約 12km 南北約 8km の攻防を有する 面積はおよそ100平方キロメートルないし150平方キロメートル。平野の北側には標高1000メートル級の山々が連なる大佐渡山地、平野の南側には標高600メートル級の小佐渡山地が連なっていて、国中平野はこの量山地によって挟まれた地高台となっている。国中平野はこれらの山地の裾野にある大地上地形、北東海岸にある、 カモコとその周辺の第一上地形、平野中央部の中石低地、南西海岸に発達した標高20メートルほどの砂丘帯などからなる。中央の低地部は北東の大地から南西方向に向かってやや下っていて、北の大佐渡山地、南の小佐渡山地から下ってきた河川は平野の中央を流れる国府川に合流して南西の間の湾へ向かって流れる。このうち、 富士津川、小倉川が国府川に合流するあたりが最も標高が低く約0.5メートルほどである。この部分は古代には石湖でその後も菱池と呼ばれる小宅地だった。菱池は明治時代に埋め立てられて姿を消した。津島暖流の影響を受け国中平野は比較的温暖で積雪量も新潟県本土と比べ少ない。 シャリンバイ、ビワタ竹、ツバキなども自生している。佐渡ヶ島では縄文期に遡る遺跡が多く発見されているが、その分布は島全体に均等ではなく、偏在が認められる。特に国中平野の南西部のマノ湾岸では、海岸段丘上に26基の古墳が集中している。これらは古墳を作った民が島の外からやってきて湾岸部に、 土着したことを示唆するものと推定されている。平野の低室な地域では、縄文時代の貝塚、弥生時代の曲玉や、宝玉の加工所の遺跡、住居遺跡、上林遺構などが発見されている。中でも蓄積石が代表例である。この他平野の変園部では、聖縁遺跡も見つかっている。現代では、河川改修により平野は水郷地帯となっており、 佐渡島における米作の中心地として知られる。また、平野の各所には市街地が形成されており、島内の人口の8割が集中している。ありがとうございます。